それでは出発いたします。帰ったぞ。おい、どこにいるんだ。どこ行ったんだ。ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して。関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なんか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。買い物ありがとうね。なあ、ん？搭乗会の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば搭乗会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていてなぜカムロ町に連れてきたの？搭乗会と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは搭乗会のせいで不幸になったってね。搭乗会のせいで。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を搭乗会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。
それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ、だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。まで行かれますか？それでは出発いたします。行きましょう。
もうすぐよ。ああ、ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。地下にこんな町があるなんて。驚くのはまだ早い。え？行きましょう。いえ。おい。はい。キリュウだ。誰かいるのか？いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩桐になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。
せやけど、キリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東条会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。このすきこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です、よろしく。府警四課。姉ちゃんデカなんか。キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしたんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が。花屋。ああ、1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたらそないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ。上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。登場会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんのそないな姿見とうないや。頼む、真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないな。それなら一つ条件があるわ。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか。トーナメント、どういうこと。すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。ん？ああ。おい。ああ。
Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今、ゴングです。勝者、キリュウ・カズマ。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、キリュウさん。そう、君子と安楽死、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。だけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。やるな。
さすがキルちゃんや。相変わらずごっついな。約束だ。登場会に戻って。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。おい。おう。いや。あ？
お？ああ、あんた寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。ま、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ゲルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんの。またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近そういう輩が多くての。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。待てやつらです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また下暴れするで。準備しとけ。は、はい。うちに何度も喧嘩売るとは、ええ度胸やないかい。結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。でどうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬー西田。は、はい。なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった。キリュウさんがいれば百人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え？
これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ない桐生ちゃんは手出し無用や。でもうるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。ああ、いや、そんなつもりじゃ。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ、なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってことあんたなら十分知ってんだろ。しゃあないの。なら桐生ちゃんには手出さずに手貸してもらおうかの。どういうことだ。桐生ちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督。そう、現場監督や。マジマジャパンの桐生監督や。全然話についていけないんだが。実はの、奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を。さあ、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でのつい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやから桐生ちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、奴ら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリちゃん。おう。マジマ建設業務開始や。やるぜ。どこのまま守りきれ。調子だ。とりあえず死ねえ。助けてくださいね、親父。
このまま守りきれ。調子だ。見ててくださいね、親父。守りきれ。とりあえず死ねえ。よし、俺たちの勝ちだ。よくやった、お前ら。これで片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。桐生だ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産。まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ長野。ああ、俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかい
カラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんでな。あ、そう。まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ。例の三重師にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三重師？地上げ三重師。聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長男、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。ヒルズ計画は金のなる気、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるから、覚悟しとけよ、こら。すまんの、ケルちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安いご用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うと、キーとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。キリュウ監督率いるマジマジャパン本格始動や。すみませんね、三重師の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く予見を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。おお、いいじゃねえか、カニの匂いがするな。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃねえか、
その計画、うんどっちまろう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？蝶の山党が俺たちに頼むってことは、相手が一筋の味はいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け合っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で、島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな、おい。そしてその真島の側近、桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜？いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近ちんけな案件ばっかでな、歯応えのある相手を探してたんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする？最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三銃士の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。うん、キリュウ、カズマ、どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。
12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護さ、行くわよ。